Already? そうだからアイスランド行った時なんかその灯台の中で演奏したりしたけど、その灯台のその空間そのものがこう何つうの楽器になってるっていうか、その響きっていうのがもうすごい余韻が長い響きで、なんかその空間その空間そのものが楽器になりうるというか、すごい空間に興味がある。あなた自分ではこう思う。画家がその絵を絵の具で描くみたいに、楽器とかその音を使って空間に絵を描くような感覚で、なんかこうやりたいなと思う。そんなようなことをしてるっていうか、絵の具でも音で素材が変わっただけっていうか、あんまり垣根はないんじゃないかなって自分で思う。
Thank you.